おう仕事が続いている君慣れない環境に戸惑ってないかな悩んでることや困ってること不便だって思うこと誰かと話がしたいなーって思うこと君が今日を少しだけ頑張れるように俺に時間を分けてくれない息抜きちょっとしたおしゃべり気分転換 おうちで働く君のためにおうち仕事メイトビズワークそれじゃ今日も無理せず俺と一緒にお仕事やってこおはよう。 ごめんね朝から時間とってもらっちゃって特に用事はないんだけどたまには可愛い後輩にモーニングコールでもしてみようかと思ってさお礼なんていいって、うん、実は朝ごはん食べ過ぎてオンライン朝会までに二度寝しちゃいそうだったから誰かと話してたら目が覚めるかなーって <laughs> ちょっとだけ付き合ってくれない 食べたもの今日は朝から甘いものが食べたい気分だったからパンケーキ焼いてみたヨーグルトクリーム山盛りのせてマンゴーとブルーベリーにバナナも焼いてるうちにどんどん楽しくなっちゃっていつの間にか本格的になっててで全部食べたらお腹いっぱいで寝そうになってる。 ああ仕事の準備中だったのか偉いぞその調子で俺の相手もよろしくお願いしますってなんか画面暗くないカーテン開けてる開けて開けて表情が暗く見えちゃうしそれに顔がちゃんと見えないのは寂しいしあと朝日は浴びておくに越したことはない。 うん、なんとなくすっきりしない葉っぱだって光合成するわけだし人間にも効果があっても不思議じゃないと思ってるんだけどそれに朝日を浴びることで体にリズムができるって聞いたことないでしょって偉そうに言ってるけどこれ全部受け売り最近 SNS にこういうのがちょこちょこ回ってくるんだよ。 覚えておくと何かの時に役に立つかもって思うものもあるからそういうのはメモってある SNS? 結構前からやってるよ作った料理の画像とか気に入ったファッションなんかも載せてるかな顔は出してないけど昔から服は見るのも選ぶのも好きなんだあと友達のことをコーディネートするのも好きだしあ気づいてた 家で仕事するようになってからはむしろ家の中だからこそおしゃれしようって意識してるのはあるかも好きな服を着てテンション上げて今日も仕事頑張るぞって気合い入れてる感じだから気づいて褒めてもらえて嬉しい <laughs> ずっと家にいるとプライベートと仕事の境目がなくなりがちだからさ 切り替えがうまくできなくて、寝坊して朝ごはん抜きなんてこともあって。ほんとほんと、そういうことが続いたときにさすがに懲りて、いろいろ気をつけるようになったんだ。意識して切り替えるために、俺の場合はファッションを利用してるって感じかな。衣装か。なるほどね、その発想面白い。着てる服次第で、 クール系になったり熱血系になったりお、うん、うん、お前の作った資料見たけどすっげーいい感じだったやっぱり頼りになる後輩がいると安心して仕事ができるぜなんてね <laughs> 冗談冗談まあ冗談はキャラだけで本気で思ってることを言っただけだけど あれ気づいてなかったそういえばあんまり言ったことないもんねこういうの言葉にするのは苦手なんだけど言わなきゃ伝わらないこともあるかあ君の仕事にはいつも助けられてるありがとうああなんか照れる <laughs> いやこれからもよろしくねうん <laughs> えっとそうあそういえばパソコン変えたそう今仕事で使ってるやつちょっと前は自分の使ってたでしょやっぱり会社支給のやつに変えたんだいや実は知り合いも自分のパソコンで仕事してたらしいんだけど 会社のパソコンに比べて動きが遅かったり使ってたソフトが入ってなかったりして仕事がしづらいって言ってたから君はどうなんだろうって気になってたんだ <laughs> 今は快適なら良かった人によって自分のパソコンが使いやすいっていう人もいるしデスクトップ派の人もノートパソコン派の人もいるから家での仕事しやすさってほんと人それぞれだからね 会社の都合もあるし自分に合ったものを選ぶのは案外大変だなって俺うんそうだよノートパソコンにモニターマウスそれからヘッドセットって感じかなデスクの上あんまりいろいろ置きたくなくて仕事もデスクもスマートに <laughs> なんて冗談はさておきパソコン関係のことでも何でも もし何か困ったこととかわからないことがあったらいつでも俺に言ってうちの会社は比較的柔軟に対応してくれるとこあるし多分俺もある程度の話は通せる立場だと思うし君の相談なら大歓迎だからいつでも声かけてよそうそうドーンと任せといておっとそろそろオンライン朝会の時間だね じゃあまた後で今日も一日よろしく。